さあ出してたらねって多分そのタイミングで彼は走ってたと思いますけど、ブーという印象はあまりないんですが、そうですね、そのファン以上のパスです。オーチェソク、最後はウィリアム・フォーシャのカバーです。短くなった9番のオーチです。そして右サイド中川が上がっていきます。さあチャンスを作っていこうというところ、やや角度をつけて、どうだ、ヘディングシュートだ、フォーシャー開幕戦に続く2点目、後半の37分、名古屋1点を返しました。コーナーキックからフォーシャのヘディングシュート、浮かせて合わせてきました、ヘッド、フォーシャですか、1点まだ返しました、フォーシャも2試合連続ゴールです。はい、うまく合わせましたね、まあ、高くて強いっていうのと、はい、まあ、キッカーの質ですよね。カーされて清水ボールになります。クリスランが手を挙げていく、フォーシャが守るが、なんとうまく入りました。一瞬裏を取られかけましたけれども、そうですね。